皆さんこんばんは、四畳半の狼でございます。今回はちょっと珍しいコラボ動画でございます。 D23 スペシャルミッキーでたくさんの虹を出せコラボリレーということで、グループコラボでございます。お声掛けいただきましてありがとうございます。私狼も参加させていただくことになりました。チーム5人でチャレンジしていくという企画で、メンバーがこちらでございます。昨日早速発起人の如月隼人さん、こちらからスタートしておりまして、2日目2月の2日狼、そして3日マレサさん、4日ポミーさん、そして最終日5日アヤトさんという形で5人でリレーを回していって、この虹を出していこうという企画でございます。発起人のハイトさんは昨日動画を上げられて、動画の中で虹を1つ出した状態です。ルールの方なんですが、それぞれ1人3回ずつプレイを行って、で合計5人で15回のプレイが動画内で上がります。その15回のうち半分、まあ、8回以上、合計で8回以上虹が出ればミッションクリア、大成功という形でございます。そして、昨日の、ハイトさんの方で聞いていなかった罰ゲームが告知されました。もしこのミッション失敗した場合は、全員ツイッターの名前アカウントに、名前の後ろにアットマーク虹を出せなかった組を1週間入れて活動をする、狼で言えば四畳半の狼アットマーク虹を出せなかった組という形で、名前を変更しなければいけないという罰ゲームが昨日ハイトさんの動画の中で告知がされました。罰ゲームはふわふわしていたので、昨日この罰ゲームは動画内で、拝見して初めて知ったということでございます。で、実はですね、昨日の動画内で僕的にもう一個衝撃が入っておりました。びっくりした、見てびっくりした。ご存知の方はご存知なんですけど、僕はちょっとすいません、勉強不足でございました。まず発起人の如月隼人さん、そして最終日にいらっしゃる綾戸さん、動画内でこのように紹介されてました。で、気になるコラボ相手の方なんですけども、まず1人目は僕ですね、僕がいまして、で2人目、で僕の親である綾戸さんですね、が2人目です。はい、隼人さんの口から母親、親であるということをおっしゃっておりました。いいんです、母親であることが悪いわけではないんです。僕が言いたいのはそこではないんです。僕が言いたいのはこちらです。ただいまの私のツイッターアカウント、パンツに怪我されております。これはなぜかというと、 YouTube ライブであるハニートラップを受けまして、パンツの狼になりました。そのハニートラップを仕掛けてきたのがこのアヤトさんでございます。ありがとうございます。僕が言いたいのは、親子で私狼のツイッターアカウントを怪我しに来ているということがここでつながったというところにびっくりしております。ありがとうございます。なんとしても僕一人で虹を8個出したい、アカウントを死守したいということで、目的は同じですが、僕のメラメラした闘争心防衛本能がふつふつと湧いております。というわけで早速3回プレイをしていくんですけど、まあ、3回ねボンボンボンって連続で、まあ、やるっていうのがルールなんですが、動画でそれをやってしまうとちょっと長くなってしまうので、1つの盤面に、それぞれワンプレイ、をこうバンバンバンって乗せてちょっとチャレンジしていこうと思います。それでは早速チャレンジしていきたいと思います。それでは早速ガチプレイでいきたいと思います。さあ、いきます。ツキュン、3回3プレイで虹が何回出せるか、ちょっとね、練習はしたですよ。1回練習してみて、どれくらいの頻度で、まあ、虹が出るかちょっと検証してみました。検証した結果、10回で2回、俺の応援ラジオ、俺の応援ラジオが落ちた、俺の応援ラジオが落ちた。10回のうちね、2回出ました。で、そのうち、1回っていう感じ。なかなかやっぱね、星はね、すぐ出ない。虹か。星はね、虹があんまり出ない。
で、出る時にはね、連続して出たですよ。最初はね、ずっと出なくて、出始めるとなんかね、ちょっとなんかスイッチが入るのかな、そのまま、勢いよく、バンバンって2回連続できたんですけど、やっぱね、プレイ始めて最初のうちはね、全然出ない。だから、結構ね、ハイトさんが、3回プレイして、いきなりね、出してきたのはすげえと思う。やっぱ持ってるね。で、やっぱりスキルが、マックスだったかな、スキルレベル6、僕は今4なのであるのと、あとね、やっぱり僕が下手くそっていうのがあるので、ワンプレイの中でスキルを発動できる回数がね、やっぱり少ないですよ。これがね、やっぱりハンデというか、致し方ないというか、まあ、自業自得なんですけども、これがね、この勝敗に、やばい、怪我されるぞ、これ怪我されるぞ、俺のアカウントが怪我される、しまった、まずいまずい、1回ぐらいは出したい。5人でやって1回ずつ出ても5回で失敗だからね、誰かは2回以上出さないとこれ厳しいわけですよ。でアンカーを務めるあやとさんはどちらかというと僕の使ったアカウントハニートラップで怪我マジかこらえこらかった。はい、というわけで応援虚しくチャレンジ失敗でございました。いやーマレーサさんポミーさん本当すいません、本当すいません悔しい悔しい、すいません、あとはお任せいたします。頑張っていただいて虹をいっぱい出してください。下の概要欄に、皆さんのチャレンジ動画、載せていきますので、皆さん見に行って、ぜひ高評価、押していただければと思います。最終日、それぞれのツイッターアカウントも注目してお楽しみいただければと思います。以上、4畳半のオオカミでございました。